今、君は自分の部屋にいます。そして寝ていると物音に気づき、目を覚ましました。何やら雰囲気が違うことに気づく。冷たい。そう、空気が冷たく重いのを感じる。ゆっくり体を起こし、物音をする方へ。そして、隣の部屋に行くと、そこには、白い服を着た女性が立っています。あなたは驚き、息を呑むでしょう。なぜこんなところに幽霊が。事故物件ではないはず。なら、生きるよ。ずっと、睨む顔。逃げ出したい。でも、足がすくみ、思うように、体が動けない。ヘル、チェンジザワールド。では、あなたに質問です。幽霊と神様の違いは何ですか？その違いの定義とは何ですか？例えば、マリア様、白い服を着ています。なら、先ほどの白い女性と何が違うんですか？幽霊だと思っていたのが、アマタス大神とは限らないですか？もし、心霊スポットに行き、声が聞こえたら、みんなは恐れて逃げ出すでしょう。なら、幽霊の声とチャネリングは違うのですか？もし、何らかの現象に見舞われたとき、どう行動するか、どう考えるかで変わります。もし、君が最初に不安を感じ、そこから触れないものがあったら、世界は分岐するでしょう。怖いと思っていた、ジェットコースター。でもいざ乗れば、爽快感で気持ちいい。そんな感じに。君が行動しなければ、広がる世界を見れないこともある。さあ、風の時代に行こう。